日常演劇食歌日記へようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらネスラのネスレのネスカフェゴールドブレンドバニスタダークロースト飲みたいと思います。ホットタイプのネスレのコーヒー飲むの久しぶりなの。今ずっとあのカプセルタイプのやつばっかり飲んでましたからね。はい、今回こんな感じに入れてみました。こんな感じになってます。本当に下の方が黒いですね。これは苦そうだ。では飲んでみます。ダークというだけあって大人の味わいですね。ケーキとかと一緒に飲みたいな。次は用意しよっと。ダークローストと言われるだけの苦さのあるコーヒーで朝の一杯すっきりしたい時にぴったりですね。だん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 苦味が広がってくるので好き、そういうのが好きな方にはおすすめです。反対に苦手な方はちょっとかもしれないです。というわけでこちらのテイストとさせていただきます。はい、はい、というわけで本日のご視聴ありがとうございました。ではありません。今回これだけじゃなくてさらにこうしたネスレブライトラテというものも買ってみましたので、このブライトラテの中からも入れて飲み比べていきたいと思います。ブライトラテは初めて飲むなぁ。であともう一つこういうのもあるんですね。では早速これらを使っていきましょう。本日はというわけで少々お待ちくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずは最初こちらブライトのシンプルなやつとそのスリム脂肪分は 50% の方のスリム版を使って入れたのがこれとこれです。うん、こっちが通常版、こっちが厚み版ですね。やっぱり通常版の方がやっぱり白身が強いですね。それだけ脂肪分が多いということなんでしょうか。はい、こちらがショコララテで、こちらがキャラメルラテ。どちらも甘そうな香りがしてきます。ラストがこちらハニーラテ。これはうん、ちょっと蜂蜜の香りは控えめかな。では飲んでみます。それぞれに違った個性があって美味しいですね。コーヒーだけでもブライトを入れても他のコーヒーにもぜひ入れたいものですね。これははい、こちらフレーバー全部飲み終えました。どれも確かにその味はつきますね。ただその点で言うとちょっとハニーはこの苦味が強いダークローストにはちょっと負けてしまっている感がありましたので、ただ変わっただけで蜂蜜を感じられなかったのが残念でしたね。他の種類となら合うかもしれませんが、これはあまり積極的に入れる必要はないかなという感じでした。もちろんまずくはないんですけどね。で、その次はキャラメル。結構ほんのりとした甘さを感じることができて美味しく飲むことができました。ただキャラメルはちょっと甘苦いのでちょっと甘さが強めのキャラメルといった感じになりますね。なので甘いキャラメルが好きな方にはおすすめです。あのコーヒーだとどうなるのかな。で次最後にショコラ。ショコラテはチョコレートの香りが口の中にふわっと広がってきて、この3つの中ではダークローストには一番これが合うと思いました。どちらもちょうどこんな感じになって、どっちか一方に好的にこうやるような感じではなく、ね、つまり、まあ、どっちかいい感じにバランスが取れて、どっちか一方的に相手を殴り倒すようなそんな感じではないので、両方の調和ちょうどいいバランスになります。なので一番これがバランス取れて美味しかったですね。で先ほどのこれも含めてですが、この中では一番これが美味しかったね。まあ、今回はこれが一番相性がいいということで、これを入れたものをこちらの点数とさせていただきます。他にもいろいろあるのであるコーヒーなので、また置いといて別のコーヒーにも入れていきたいと思いますね、このブライトたち。はい、というわけで本日は久しぶりにネスカフェゴールドブレードバリスタの方のコーヒーを飲んでみました。ラで作るところ入れた方が良かったかな。次回の時入れますね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。